はい、どうも、藤です。今日もね、このランカちゃんの一日をやっていくんだけど、前回ね、このペヤングソース焼きそば、僕選んだんだけど、普通に進むと思って途中で切っちゃったんだよね。だけど、昨日上げた動画、もうコメントの皆さんのね、声見たところ、ペヤングでももう死ぬらしいんだよね。だから、ちょっと見に行きましょう。ごめんなさい。ありがとうございます。はい。それじゃあ、店員さんを呼ぶね。はい。ペヤング、でも普通に食ったんだよね、ランカちゃん、美味しく。これいただいて、その後、お会計の後に何かあるみたいな。僕も。らしいよ。うん。どうなの、まあ、普通に美味しいんだよね、ペヤングは。うん。そっか。そして、そう、こっから。そして、ランチの後、光先輩は私の分までお代を払ってくれました。はい。そして、ありがとうございます。なんだかすいません。いいの、いいの。ランカちゃん、引っ越したばかりだし、いろいろと大変だろうからさ。粗挽きハンバーグ1290円、ペヤングソース焼きそば2460円。嘘だろ。え、あのちょペヤング高めっちゃ高い。そういうことをね。はいはい、高ぼったくられし。じゃあ続きやっていこうか。はい、そんでこっからが続きだね。ご飯食べ終わってこれから、ショッピングにね行こうとしているところ、すぐに目的のお店に到着できました。はい、ありがとう。このお店ならいろいろ売ってると思うよ。お、ないないない、ニトリ、フランフラン、ショッピングね、生活、新生活用のね雑貨ね。日用品も少しずつ揃えたいし、あとは目覚まし時計が欲しいかなって。そう、目覚ましね。私一人暮らし初めてで、今まではお母さんに起こしてもらってました。寝起きが悪いんです。うん、俺も、ランカちゃんってしっかりしてそうなのに朝に弱いんだ。そうなんだよね、俺もしっかりしてそうって言われるんだけどね。嘘。こうして私たちは店内に入って、それぞれ別のフロアに行くことにしました。光先輩は服を見たいそうで、私は生活雑貨のフロアに向かいました。なるほど。それで1時間後にお店の入り口で待ち合わせすることにしたんです。はい。1時間後。あ、こっからね。生活雑貨って何階なんだろう。エレベーター前まで行くと、すぐにフロア案内が目に入りました。それを見ると、生活雑貨フロアは5階のようです。ロフトでもいいよ。私が待っていると、すぐにエレベーターが到着しました。そして、左右のエレベーターの扉がほぼ同時に開きます。おう、え、断然こっちじゃん。ちなみに、両方とも上に向かうエレベーター。珍しいね。だから、どちらに乗ってもいいんだけど、どうしよう。2つ、同じタイミングで上に向かうって、すげえ珍しいよね。そりゃあ、こっちなんだけど、セーブします。はい。だけど、絶対これ、こっち行った方が面白いもの見れるでしょ。こっち行こう。私はちょっと混雑している方のエレベーターに乗ることにしました。混雑といっても、私一人くらいなら余裕で乗り込みます。まあ、乗れるけども、ここであえてこっちに行くのは変態しかいねえな。その時、ランカの背後に忍び寄る人の気配が。え、何？キャー！何？え、何？気がつけば、ランカは人並みに飲まれていました。彼女の後ろに立っていた数人の客が一気にエレベーターに流れ込んだのです。はいはい。え、みんな、なんで左に行かないの？え？圧倒的な力に押され、逆らう間もなく、ランカは押し込められるようにエレベーターに乗り込みました。え？普通にこれは何？狭いから？なんだこれ、化け物だ。驚いて振り返ったランカの目の前には、妙に筋肉質な女の子が立っていました。ぎゅうぎゅう詰めのエレベーター内で、もはやランカは全く身動きが取れない状態に。何この人、息はしろよ、しっかり。息苦しいって感覚はわかるけど、息はできるでしょ。酸欠死。エレベーターという密室には注意が必要です。というか、そこまで過密に人が乗り込んだら定員オーバーになると思いますが、ええ、さっきの人は関係あるんか。はい、戻ってきまして、まあ、普通にこっちなのかな。うん。マジでさっきの人何？関係あったの？私は誰も乗っていない方のエレベーターに乗ることにしました。そりゃそうだ。そして、ドアを閉めようと思った時、突然に声をかけられたんです。もしかして？ちょっと待っ！お、ドゥヘー！誰だよノブ。ランカの視線先には、
エレベーターに走り込もうとする青年の姿が。あ、うわあ、怖い。彼は扉の直前で盛大にこけたかと思うと、なだれ込むように欄干に迫ってきました。ラッキー、何がラッキーだよ。避けろ、じゃあ右。はい。欄干は身動きできず、棒立ちのままです。はい。右避けれた？あー、ダメだ、オブ。終わり？嘘でしょ？これはどう終わるの？激突。エドモンとホンダ。ちょっと待っ、ドゥヘイ。はい、ドゥヘイ来まして、で、どうしようかな。下？上かな。下かな。下しゃがみ込んだ。オッケー、ナイス。相手はランカーに向かってまっすぐ突っ込んできます。うまく上を、あ、ダメか。上だったのか、これ。あー、これ変わらずだな。これ変わらず、これエドモンとホンダじゃないかな。ドスコイって、ドスコイってくるやつ。うん、きっとそうだよね。あー、うわ。さあ来ました。で、気づいたんだけど、これ右って書いてるじゃん。右行くよ。じゃあ右、あ、変わった。あれ、俺さっきできてなかったのかな。青年はそのまま勢いよくエレベーター内に転がり込んできました。はい。あ、変わった。ひゃあ、あ、なんだ、右でよかったんじゃん。最初俺右やったよね。まあいいや。はい。サクセス！やったね。間一髪のところでランカー身をかわす。彼はそのままエレベーター内の壁に向かって一直線に。あー、かわいそう。うわ、痛そう。そんな急に乗るからじゃん。壁に激突した彼はしばらくの間両手で顔を押さえながらもだえていますが。ノブ、それどういう髪だ。やがて彼はまるで何事もなかったかのようにゆっくりと立ち上がりました。はい。いてー、今日もついてねえぜ。ついてない陽一、びっくりした。あの、大丈夫ですか。え、あー、すいません、大丈夫っす。で、火災売り場が。火災売り場、はいはいはい、いいじゃん。その人は3階でエレベーターを降りていきました。もうすごい勢いで壁に激突したけど怪我をしている様子はないみたいでよかったです。あれ、またこれで彼消えてくの。行きずりの人多いな。そしてエレベーターは5階、生活雑貨のフロアに到着しました。初めて来るお店なのでどこに何があるのかわからないけど、目覚まし時計ね。普通に買えるかな。あ、もう買ったの。え、何この階層。とりあえず適当に店内を、あー、歩いたのね。ちょっと広めのフロアだったけれど、少し歩き回ったら時計売り場を見つけられたのです。はい。へえ、時計だけじゃなくていろんなものが、売ってるみたい。うん。あれ？ちょっと見慣れないものが。なんだ？あー、なんかいろいろあんな。ゲームボーイ！カラーじゃないこれ。違うな、でも色は初代だな。懐かしいな。ニポッポ人形、かわいくねえよ。で、朝これ目指しとけね。そして、え、ゴングいいな。4100円。日本刀大流行してねえよ。漬物石、え、何これ、1個だけ買えるので。気になるのはね、ゲームボーイなんだけど、ゲームボーイが値段置いてないんだよ。これさ、売り物じゃなくて忘れ物なんじゃない。ちょっとセーブするわ。ってことで、ゲームボーイちょっと気になる。やってみるわ。ん？絶対売り物じゃないじゃん。壊れてるし。キラリ。明治ボーイ。その時、不意に背後から肩を叩かれ、私は反射的に振り返りました。すると、持ち主じゃない？うわー、出た！こいつか！声が意外に綺麗。キャー！突然目の前に女の子が現れて、彼女の体の大きさにびっくりして思わず声を上げちゃいました。あげるわ。ごめんね、それ私のものなの。ギャップよ。私ったら嫌ね、つい漬物石を運ぶのに夢中になってたら置き忘れちゃって。うん。彼女は服の袖がビリビリに破れていて、とてもワイルドな風貌です。私はその場で硬直しましたが、そんなことに構うこともなく彼女は話し続けます。なんで、あら、もしかしてあなたも漬物石で筋トレする派かしら。変態だ変態だ。
え、あの、その人は随時と迫ってきます。私は謎の威圧感を感じて思わず後ずさりをしてしまい、私ほどじゃないけど、あなたもなかなか女子力が高そうね。あ、あの、これどうぞ。ランカー手にしていたゲーム機を彼女に渡しました。はい。すると、ありがとう。それじゃ、お買い物を楽しんでね。あ、彼女はランカーに礼を言うとその中のしりのしりと去っていきました。終わった。何今の台風？漬物石で筋トレ？え、終わったの今の？今のでよかったの？まあ、セーブしとくか。はい。とりあえず死にはしなかったからいいんだけど、まあ別に悪い人じゃないんだろうなって思うけど、あれは化け物じゃ。じゃあその噂の漬物石を次選んでみようかな。はい。すると、幸運を呼ぶパワーストーン漬物石。じゃあこれ買う。はい。はい、買っちゃおうかな、520円ね。うん。あ、手から落ちて。あー、痛い。これ痛い。うっ。あー、これは何石だ。漬物石。ダジャレだ。はい、それじゃあ次、日本刀順番にやっていこっか。日本刀買う必要ないけど、日本刀の着物なのね。はい、19,800円。そもそも今持ってる手持ち、それ。はい、まあ、いらない気もするけど、不思議と目に留まっちゃったのよね。もう妖刀のような感じだな。はい、買った。お会計。あ、もっと選べるんだ。どうしよう。これどうしよう。入れれるんだったら入れちゃう。全部入れちゃうパターンも見てみる。ニポポ人形、なんだろう、ちょっと珍しいかも。うん、これ買う。はい、そして、あ、もう全部入れちゃうか。そしたらもうハイパーゴング X 超大音量で目覚めバッチリ。でもさ、俺さ思うんだけど、めちゃくちゃうるさいやつ、大音量のやつって、あ、逆に良くないんだよね。すっごいびっくりしちゃって、もうなんだろう、反射的に止めちゃうから、その後すぐなんだろう、安心感寝ちゃうんだよね。それよりはじわ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 と音量が上がっていくタイプの方が効き目があると思います。はい、買う。なんかその今ね、そのじわ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 ってこう上がっていく目覚まし時計を探してるんだよね。はい、これも買う。で、これは入れない。で、これでお会計に1回行くと どうなるかね、見てみよう。欲張ったからね。買い物カゴを抱えてそのままレジに並びました。いたー、キラリー。いらっしゃいませ。お前店員かよ。ニポポ人形2,300円、目覚まし時計1,200円、はい、高級目覚まし時計4,100円、はい、日本刀の置物19,800円。それで、はい、あ、私小銭入れしか持ってないよ。お財布部屋に忘れてたんかい。どうすんだよ。何も買えないじゃん、小銭入れじゃん。あー、ここだ。忘れてた。財布を忘れずに。あー、これはどうしようもねえな。忘れてたわ。うん、いいよ、そんな寄っていかなくても分かってるよ。え、これどうすんの？一回戻んなきゃダメってこと？あー、ゲームを最初から、回収シーンから、できるんだったら、したいね。はい。あ、このシステムはありがたいね。嬉しいね。優しいね。はい。で、出かけなくちゃの時に、これを取るんだ。はい。あ、ごめんね。忘れてた、すっかり。で、逆になんか他にもあんじゃないの？これは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 ？ない。オッケー。で、もう行っていいんだね。で、これで、もう、ここにはきっと今、体気中のお風呂あるけど、気にせず行くわ、それは。
あ、窓の鍵とかあった？まあいいや。で、買い物しに行こう。わあ、すげえ優しいシステム。これめっちゃいいじゃん。